UFO はイングランド出身のハードロックバンド。レッド・チェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスラと同時期に活躍したブリティッシュハードロックバンドの一つ。コウ派ギタリスト、マイケル・シェンカーを輩出したことでも知られる。VH1 選出、ロックバンドランキング84位。創設者、フィル・モグモグの名優であったピートウェイ創設者の一人。 アンディ・パーカー1969年8月、フィルモグ、ミック・ボルトン、ピートウェイが在籍するフォーカス・ポーカスというバンドにアンディ・パーカーが加わった際、バンド名を UFO に改名して結成された。バンドはロンドンのクラブシーンで活動し、1970年3月、イギリスのマイナーレーベルであったビリコンレコードと契約し本格的なプロデビューを果たした。 1970年に発表したデビューアルバム u f o 1と翌年発売の u f o 2フライングは a 米では売れ行きが不振だった。初期の u f o はディープパープル、レッドチェッペリン、ジェフベックグループなどからの影響を受けながら独自のサウンドを模索していたが2枚目のアルバムでは One Hour Space Rock というキャッチフレーズをつけスペースロック的なロック音楽に接近した。 日本公演後に行われたドイツ公演では、ミック・ボルトンが突然失踪したため、サポートバンドだったスコーピオンズのギタリストマイケル、シェンカーが急遽代役を務めた。1972年1月、ミック・ボルトンが脱退。これを機に、UFO はよりオーソドックスなロックにシフトし、それにふさわしいギタリストを探し始めた。ミックの公認ギタリストには、 ラリー・ウリスやバーニー・マース・デンの参加を経て、以前から加入要請のアプローチを続けていた、マイケル・シェンカーの加入が決定。1973年6月にバンドに迎え入れた。このラインアップで新たに、クリサリス・レコードと契約。シングル、ギブ・ハー・ザ・ガン・スウィート・リトル・シングをドイツでリリースし、12月には、レオ・ライオンズのプロデュースで、アルバムのレコーディングを開始した。 1974年4月に発売されたアルバム現象フェノメノンはハードなギターリフが印象的なロックボトムや後にライブ音源でシングルヒットとなったドクトルドクトルのようにマイケル・シェンカーの鋭角なギターサウンドがうまく取り込まれバンドの英米での知名度を上げたアルバム現象発売後の1974年5月にはさらなるバンド体制の強化を狙い 新たに、セカンドギタリストとして、ポール・チャップマンを加入させ、5人編成とした。イギリスとヨーロッパをツアーするが、マイケル・シェンカーとポールの間に圧力が生じたために、同年9月にポールはバンドを脱退。ポールは、自らのバンドローンスターを結成した。バンドは4人のまま10月には、初のアメリカ公演を行った。1975年春には、 レオライオンズの10ヤーズアフター時代の同僚チック、チャーチルをゲストに迎え、アルバム、ホースイット、ホースイットの制作を開始、同年7月にリリースした。バンドは1 0 0人キーボードプレイヤーの必要性を感じ、8月に元ヘビメタルキッズのダニー・ペイロネルを加入させ、本格的なアメリカツアーを開始した。ギタリストでもある、鍵盤奏者、 ポール・レイモンド1976年4月に発売されたアルバムノー,ーノーヘビーペッチィングノーヘビーペッチ v y ではキーボードサウンドの導入によりアレンジの幅を広げたがマイケル・シェンカーがよりバランスの取れたサウンドを求めたため9月にはダニーを解雇1976年12月にはキーボードだけでなくギターも弾ける元チキンシャック サボイ・ブラウンのポール・レーモンドが加入した。ロン・ネビソンをプロデューサーに迎え制作され、1977年5月にリリースしたアルバム、新たなる撮影、ライツ・アウトは、トゥホット・ツー・ハンドル、ライツ・アウト、アローン・アゲーンをアヤストリングスを導入した7分の、対策ラブ・ツー・ラブといった曲を収録した。70年代後半には、UFO は、英米だけでなく、 日本やヨーロッパにも知られるようになり、マイケル・シェンカーもハードロックギタリストとして人気が出始めた。1978年6月には、アルバム、宇宙征服、オブセッションを発売。前作の勢いを引き継ぎ、チェリー、オンリー・ユー・キャン・ロックメといった曲を収録している。1978年12月には、ライブアルバム、UFO ライブ、ストレンジャーズ・イン・ザ・ナイトをリリース。 油の乗り切ったバンド演奏と聴衆の熱狂が収録されている。MSG 時代のマイケル・シェンカー UFO はハードロックバンドとして有名になった。しかしその裏では堅物かつ主語で知られたリーダーのフィル・モグと英会話に難を抱え、完璧主義者である若きマイケル・シェンカーとの間に大きな圧力が生まれており、すでに精神のバランスを失っていたマイケルが、 しばしば失踪を繰り返していた。そしてついに UFO ライブ発売直前の1978年11月、マイケルが正式に脱退する。マイケル脱退後、UFO は即座に後釜として再びポール・チャップマンを迎えてツアーを再開。1979年6月には来日公演を行った。翌1980年1月には、 ビートルズのプロデュースで知られるジョージ・マーティンを起用し、アルバム、ヘビメタル・エクスペリエンス、ノープレイス・ツー・ランを制作、発表。若手によるノイスブーム・ムーブメントが、ベテランバンドへの追い風にもなり、バンドは、精力的にツアーをこなし、8月には、レディング・フェスティバルで鳥も務めた。しかし直後に、ポール・レイモンドが脱退し、後任に、ニール・カーターが加入。 バンドは以前と変わらないように見えたが、勢いを失い始めていた。1981年1月に発表されたアルバム、ワイルド、ウィリング、イノセント、ザワイルド、ザウィリングザイノセントは、バンドによる、初のセルフプロデュース作品で、シングル、ロンリーハートをイギリスでリリースした。1982年2月に発売されたアルバム、メカニックス、メカニックスは、 ゲイリー・ライオンズをプロデューサーに迎えたことでバランス感覚の優れた一枚となりイギリスでは久々にチャートのトップ10に入るヒット作となったポップなシングルレッド・イット・レインもイギリスでは好調だったしかしアルバム発表後のアメリカツアー中バンドの音楽性にことを唱えたピート・ウェイが自己のグループを立ち上げるために脱退バンドは代役にピーター・ファーンドンを起用し ツアーを遂行した。バンドは1000人ベーシスト不在のままアルバムメイキングコンタクトメイキングコンタクトを制作1983年初頭に発売した。シンフォニックなキーボードとメタリックなギターを全面に打ち出し新たなスタイルを提示するがセールスは伸び悩んだ。バンドはピートの後任にビリーシーンを加えヨーロッパツアーを開始。 その後のイギリスツアーでは元ダムドのポールグレーに交代した。しかしバンドは不安定なメンバー構成とセールス不振に疲弊し、1983年4月、ついに解散することになった。このため、翌5月に予定されていた来日公演は幻となってしまった。バンド解散後の1983年10月、彼らの歴史を総括したようなベストアルバム、ヘッドストーン。 ヘッドストーンをリリース。1984年12月、フィルモグ主導により新しいメンバーで UFO が再始動する。注目のギタリスト候補には、当時売り出し中だったイングベイ・マルムスティーンの名前もあったが、結局日系人、ギタリストアトミックと EM が迎えられた。ベースは、ピートウェイではなく、前作のツアーから引き続いて、ポール・グレイが担当、キーボードには、 ポール・レイモンドが復帰した。イギリスツアーを経て1985年11月、アルバム、ミスディ・ミーナーをリリース。キーボードサウンドに、トミーの卓越したギタープレイをフィーチャーしたアルバムは、前作、メイキング・コンタクトで打ち出したサウンドをより発展させた、意欲作であった。その後アメリカツアーも行われたが、バンドを再興しようとしたフィルの熱意も、 商業的には成功せず、1987年に主要メンバーが脱退しバンドは再び崩壊してしまう。翌1988年には次回作用に録音された音源がミニアルバム、作機として発売された。主要メンバーは抜けてしまったが、フィルモグは独自にメンバーを集い1989年頃まで細々ながらも活動を続けた。 ネオクラシカル系の実力者、ビニー・ムーア1991年、フィル・モグとピートウェイはサン3旅 UFO を立ち上げるべく活動を開始。ギタリストには、フィル・ライノットのグランドスラムでの活動でも知られるローレンス・アーチャーを起用し、マイナーレーベルからアルバム、暴発寸前を発表、来日も果たした。これがきっかけとなり、完全復活への道が開けた UFO は、 翌年フィル、ピート、マイケル・シェンカー、ポール・レイモンド、アンディ・パーカーの最盛期のメンバーでバンドを再編成。1994年にはマイケルを要するラインナップで来日を果たした。1995年、復活アルバム、ウォーク・オン・ウォーター、ウォーク・オン・ウォーターをリリース。このメンバーにドラムとして AC、DC のサイモン・ライトがサポートとして参加。 ワールドツアーへ出発した。しかし、例によってマイケルが他のメンバーと衝突し、途中で脱退。最後は1998年の東京公演で、マイケルがライブ中にギターを放り出し演奏を拒否。そのままライブは打ち切られてしまう。公演こそ、サポートメンバーを加えて乗り切るが、またしてもバンドは空中分解した。その後、マイケルが、 UFO のバンド名の使用権利を主張。マイケルなしで UFO を名乗れなくなったフィル・モグと、ピートウェイは、マグ、ウェイの名での音楽活動を余儀なくされていたが、2000年、マイケル・シェンカーが3度目の復帰を決めたため、UFO 名義での活動を再開させた。同年、フィル、ピート、マイケルの3人に、元ジャーニーのエ遠ンズレー・ダンバーを加えたラインナップで、アルバム、制約、 コベナントをリリース。初回版は1995年に行われたライブの CD が付属した2枚組だった。2002年には、同夫人による、シャークス、シャークスをリリース。しかし、またしても、マイケル・シェンカーが離脱。だがマイケルが u f o のバンド名の権利を放棄したため、バンドは代わりに、ビニー・ムーアを加入させ、2004年には、ジェイソン・ボーナムをドラマーに迎えて、 You are here をリリースした。21世紀に入ってからも UFO はレコーディングやツアーを積極的にこなしている。2005年11月にはアンディ・パーカーが吹きスペインのグラナダで開催されたピールーのロックフェスティバルで演奏を披露。2006年9月25日には通算19枚目となるモンキーパズル、ザ・モンキーパズルをヨーロッパでリリースした。翌日には アメリカ合衆国でも発売されている。また、2008年のロクリホーマにも参加した。翌2009年には、ザ・ビジターをリリース。その後、ピートウェイが体調不良のためバンドを離れたが、2011年には、セブンデッドリーを発表し、ツアーも含めて安定した活動を見せている。結成50周年記念ツアー UK ケンブリッジ、公演2018年5月28日。 フィルモグはフェイスブックにて2019年に行われる UFO50 周年記念ツアーをもって UFO から脱退すると発表した。フィル曰くツアーは常に快適というわけではない。とても厄介なものになってきた。僕はいつもそういう段階に到達したら身を引こうと自分に言い聞かせていた。それを実行する。やめるにふさわしい時期だとコメント。また、 今後の UFO については、残ったメンバーの好きなようにしたらいいと考えているという。2019年3月、結成50周年、ラストオーダーズツアーが開幕。しかしその最中の4月にクラシックメンバーの一人、ポール・レーモンドが休止。代役には、旧メンバー、ニール・カーターが36年ぶりに復帰した。2020年8月、創設メンバービートウェイが死去。 2020年8月時点、ありがとうございます。